ブンブン。ハロー YouTube。どうも、まさるです、えー。今回はこのチャンネルにしては少し珍しい音響機器を購入しましたので、えー、ご紹介したいと思います。まず一つはこちらのフォステックスというブランドから販売されています32 3 2ビットのダック、HP-A3 というモデルになります。まあこれは何をするものかと言いますとパソコンとそれから ヘッドホンなどを繋ぐ際に中間に挟む機器になります。挟んで何をするかというと、まあ簡単に言うとハイレゾで音楽などを再生することができるようになるというような製品になります。まあ本来の用途としてはもっといろんな用途があるんですが、とりあえず今回マスルが購入した用途としては、ハイレゾで音楽を聴こうというところからこちらのモデルを購入しました。 ハイレゾ製品と言いますと、まあ一番手軽に音楽を聴くことができるのがハイレゾ対応のウォークマンだったり、あとはその他、小型のハイレゾ対応の音楽プレイヤー販売しているメーカーも多くありますが、そもそも家でハイレゾ音楽を聴く場合、わざわざそういった小型の音楽プレイヤーを買わなくても、こういったダック、こういったものを購入して、 パソコンに接続して音楽を聴いた方が、実はより音質も高音質で、なおかつ、実はコスパもいいので、多少配線が複雑になるというところあるもの、意外とおすすめできるのが、このような DAC を使ってハイレゾ音楽を聴くという方法がおすすめです。マサルの場合はもうすでにハイレゾに対応した割と高価なヘッドホンを持っていますので、今回はこの DAC と あとはパソコンと接続するための USB ケーブルだったり、こちら、6 3 5のオーディオプラグに変換するためのアダプター、こういったものを購入しました。オンラインはこれプラス、割といいヘッドホンを購入しておく必要があるんですが、まあそれの場合はもうヘッドホンを持っていますので、今回購入したのがこちらの一式となります。本体としましてはこんな感じ。 パソコンと接続する場合はこちら。後ろ側に各端子があります。今回はマスルはこの USB 端子を使ってパソコンと接続しますが、それ以外にもこのような光端子だったり、アナログ端子、こういったものも用意されています。今回マサルはヘッドホンをこちらにつなぐということで購入していますが、まあ、それ以外にも例えばスピーカーだったり、まあ様々な 音響機器を接続するためにも使えますので、何か、オーディオインターフェースというのではなくて、高音質で音楽を聴きたいというような場合、そういう場合にこういった DAC というのはあると便利です。全面側のインターフェースはこんな感じで、ボタンがあったり、こちら、実際にオーディオ端子を接続するための端子、これも用意されていますが、 3.5杯の端子がないため、今回はこちらの変換プラグを購入しています。もしお持ちのヘッドホンなどがすでにこの6.3杯のオーディオ端子を搭載している場合は、この変換プラグは必要ありません。今回は音質にこだわるというところで、割と周辺機器、この変換プラグもそうですが、高価なものを購入しています。 ですので、場合によってはもっと安いものでも、まあ十分といえば十分なんですが、やはりここは音質にこだわりたい方というのは、なるべくいいものを買った方が、ちょっとしたこういったプラグ関係だけでも、音が劣化してしまう可能性がありますので、割とこの辺はシビアに製品を選んだ方がいいかと思います。USB プラグにつきましては、エレコム製。そして、こちら。 その中でも音響機器を接続するのに最適化された金メッキの割と高価なものを購入しています。本来はケーブルの長さも2メートルとか長い方が使いやすいんですが、あまりケーブルが長くなってしまいますと、やはりこちらも音質に影響を及ぼしてしまう可能性がありますので、今回はあえて短い1メートルタイプを選んでいます。 特に、見た目的には、金メッキだったり、このケーブルが編み込み式のケーブルになっているというところはあるものの、外観的なところはそれ以外は普通のケーブルというか、普通の USB 端子、搭載したモデルになっています。使い方としましてはもう、特に説明するまではありませんが、各接続したい機器に応じた端子、 そして、それともう一つの機器を接続するという形になりますが、今回マサルの場合ですと、パソコンと接続するので、USB 端子。この USB 端子の方に、まずは、この USB ケーブルを接続します。実際に接続して、音質などをこれからチェックしていきます。 もう最近ではあまり見ることもなってきましたが、普通の A 端子の USB ケーブル、これを接続し、あとはこちら側にオーディオプラグを接続しますが、こんな感じ。まあ、それの持っているヘッドホンは3.5枚の端子ですので、この変換プラグを介して接続します。ではちょっとパソコンと接続して、早速音質の方をチェックしていきたいと思います。 はい。ということで、実際に聞いてみました。ハイレゾ音源、え実際にこれから聴き始めるところですえ何か音楽を買っていたというわけではありませんので、ネットの方でお試しで聞くことができるハイレゾ音源などで、えー、普通の状態で聞いた場合、普通の状態とは、パソコンにヘッドホンを自画させて使った場合、そして今回購入したこの HPA3 を介して音を聞いた場合、 それぞれ聞き比べてみましたが、やはり、正直なところそこまで大きな違いというのはあまり感じることはできませんでした。というのも、そもそもマサルが使っているヘッドホン自体がかなりいいもので、それで聞けばどんな音でも綺麗に聞こえてしまうというところが影響しているかと思いますが、良かった点としては、このフォステックのダック自体でボリュームを調整することができ、 パソコンのボリューム調整というのはあまり幅広い範囲を調整することができずもっと大きな音で聞きたいという場面これは音楽を聴く場合のことではなくて例えば YouTube なので極端に音が小さいような YouTube 動画というのもたまに上がっていたりしますがそういう時パソコンのボリューム調整だけでは音を大きくすることができずもう聞くのを諦めていたというケースもありましたがこの製品の場合ですと この本体側にもボリューム調整があり、パソコンのボリューム調整に加え、これでもさらに音を大きくすることができ、そういうケースでは意外と役に立ちそうです。ただ、本体になる音質面につきましては、やはり、そもそも使っていたヘッドホン自体がもともといいものを使っていたということがあり、あまり大きな違いというのは感じることはできませんでしたが、例えば、細かいところで言いますと、息継ぎをする様子など、 うだい手が本来息継ぎをする様子などはあまり聞こえないんですが、これを返して聞くとその辺の息遣いまでもよく聞こえてしまうというところがあり、やはりそういったところはこのダックを返して聞いた際の違いのようにも思います。まあ細かいことを言いますと、本来は周波数帯域がどうなのか。特に配列の場合ですと音が劣化しない状態で聞くことができ、まあ専門用語で言うとサンプリング周波数というところ、 そういったところがより細かい分解能で音を聞くことができますので、本来は高音質に感じるはずなんですが、まあ、素人のマサル的にはそんなに大きく変わらなかったというところが正直なところかと思います。えー、とはいえ、まあ、なるべくお手軽にハイを聞きたいという方の場合は、この製品ですと価格もとても安く、本格的なハイの小型プレイヤーを買った場合、価格が 10万円以上してしまうのが当たり前なんですが、このモデルですとそんなに価格もせず、手頃な価格帯でハイレゾを聞くことができるという意味では、ハイレゾの入門機として購入するというのもいいかと思います。ということで今回はこのチャンネルとしては少し珍しい、この DAC という音曲機器を購入しましたのでご紹介しました。 実際に音がどんな感じで変わるのかっていうのは、なかなか言葉で伝えるのは難しいところはありますが、何か配列をこれから聞いてみたいという方は、そういう方は手頃な価格で聞くことができますので、こちらの製品買ってみるのもいいかと思います。なお、この製品、販売ページのリンクにつきましては、動画の概要欄の方にリンクを貼っています。もし購入を検討している方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンと、 チャンネル登録よろしくお願いします。